はい、お隣さん。うちには関係ないでしょ。6時45分です。おはよう。おはよう。7時3分です。乗り残し。7時10分です。7時10分です。いただきます。いただきます。次の方どうぞ。肝っ玉母さんの玉子さんは離婚の相談でしょ。後悔のオーラをまとってるわ。隣に引っ越してきた里村です。ちょっとちょこちょいで自閉症の息子中さんは散歩と馬が大好き。怖かったね。こら。勝手に入ってきたぞ。ごめんなさい。ぎっくり腰。このまま共倒れになっちゃうのかね。お願いいたします。中さん、みんなと一緒にいただきましょうか。7時です。7時です。ずっと2人で暮らしてきたから変な感じ。中さんの父親が植えたんだよ。ご主人は？うちじゃ死んだことになってるから。無駄な枝が伸びるといい花や実がつかなくなるだろ。埋め切らぬバカっていうのよ。酸っぱ。梅の木が見つめる親子の絆。このありふれた毎日が人生の宝物。中さんがいてくれて感謝だよ。埋め切らぬバカ。